2B2 のトーキンリズム&ブルース。夏になっちゃってますね。なっちゃいましたね。これも夏。ねえ、夏だよね、これね、完全に、ね。梅雨が明けたってことはもう夏だろうね。うん。半端なく暑いもんね。もう東京はだって35度とか、そんなですよね、最高気温ね。ねえ。もういきなり猛暑日とかって言ってるからね。ねえ。6月なのに。で、なんか思い返してみると、去年も同じような話してたと思うのよ。そうか。暑くなってきたねってね。で、すげえ暑いなっつってもいきなり。そうだよね。インドぐらい暑いねっていう話になってたから。昔のインドぐらい暑いでしょ。昔のインドなのよ。今のインドもっと暑いんだろうけど。そうだろうね。うん。だからさ、もう、あっち、ここ何年かはどんどん暑くなってる感じですけども。ねえ。まあでも夏はやっぱ好きだからね。うんうん。夏になるとこうなんかしたくなっちゃうこととかさ。うん。聞きたくなっちゃう音楽とかさ。うん。あるじゃないですか。ありますよね。どうですか？夏といえば。夏といえばね、この間、うん、でもちょっとこういろいろね、サブスク聞いててさ、久しぶりにね、ハーベースケールズ聞きたいなと思って。ハーベースケールズ&セブンサウンズ。リズム&ブルースですな。リズム&ブルースのさ、ファンキーな、うんうん、そうそう、ファンキーソウルな、うんうん、な人組なんだけどさ、うんうん、我々はほら、ブロードウェイフリーズとかさ、いわゆる、まあ、60年代後半の、7インチをね、よく漁ってさ。ね。ゲットダウン。ゲットダウンとかさ。70とかね。そうそう。すごいんだよ、ね。まあ、いわゆる、その、ファンキーソウルなんだけど、うんうん。ガヤが入ってるものってすごい、あ、ね。やられるじゃないですか。はいはい、パーティーものですな。パーティーものってやつ。やってますよって感じがね。そうそう。そうそうそう、クラップが入ってたりとかさ。うんうん。そういうのにすごくいちいちこう、もう打ちのめされてたんだけどさ。うんうんうん。俺、ハーベースケール久々に聞いてみたいなと思って、サブスク探したらさ。うんうん。うんうん、やっぱりいい仕事してますよ。ヌメロ。ヌメログループ。ヌメログループ。ヌメログループ。信頼の。ね、信頼のヌメロがね。すごいからね。うん、うん。もう2年ほど前に、うん、ハーベースケールズの、まあ、我々が、うん、好んで聞いてたのは、まあ、60年代後半の音源だったりしたんだけど、60年代初期の、まあ、おそらくデビューしたての頃のシングル集みたいのを、うんうん、まあ、20曲ぐらい入ってんだけどさ、うんうん、ヌメロが出しててさ、うんうん、で、なんか、ツイスティンっていうタイトルなんだけど、はいはいはい、これ聞いて、うん、曲はね、もうどれもやっぱり60年代前半の、うん、まあ、いわゆる、アメリカンリズム&ブルース。うん、うん、うん。いわゆる曲のパターンとしてはよくあるパターン。うん、うん、うん、うん。これやっぱり、うん。ベースが、うん。ちょっともうぶっ飛んでんなと思って。あ、そうか、そうなのか。まあ、割かしさ、テンポ感としてはいろんなパターンがあるんですけども、うん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 。ちょっと、こう、テンポ早めの曲になると、うん。ベースがもう、ブリンブリン弾いてて、うん、うん。で、多分なんだけど、うん、合ってないのよ、音が。合ってないんだよってやつね。ほとんど音が合ってないんだよ。で、なるほど。でも、うん、なんかそれがさ、かっこよくて、うん、かっこいいというか、もう愛おしくて。なるほど。もうさ、色存じも含めて全部記録されてて。うん、一発撮りだろうしね、もうね、せーのでね。だけど、もうその勢いがすごくて。うんうんうん、で、なんか、よくよく考えてみたら、その、60年代後半の音源も、うんうんうん、まあまあ、ベースぶっ飛んでるっていうかさ。ああ、そうか。まあ、いわゆる JB ライクな、こう、ファンク、ね、うん、そうだよね、よりな楽曲になってくんだけど。うんうん、JB マナーですよね。そうそう。うんうん、でも、ゲットダウンなんかもさ、割とベースブリブリ弾いてるじゃないですか。うん、で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 、そうそう。で、で、かっこいいよね。ね。うん、ベース一人だけこう8ビート弾いてるみたいな。うんうんうん。あれで、なんかそこに繋がっていくんだなと思って、ちょっとそういう発見があってね。なるほど。久々にグッとくる、一枚でしたね。でも、うん、セブンサウンズだからバンドの人は一緒なのかな、うん、?60 年代後半までは同じだと思うんだよね、おそらくね。で、そのベースマンも、うん、同じ人がこう。なんかね、そうじゃないかと思うんだよね。ね、そうだよね。ベースの人はね、結構、そのジャケット見ると、いい感じで悪い顔してるんですよ。悪そうな顔してて。
言うことは聞かないタイプ。そうそうそう。でね、なんか、ちょっと YouTube とかも調べたら、うんうん、あの、ハーベイ・スケールスはもう2019年、3年前ぐらいに亡くなったんだけど、うんうんうん、2011年ぐらいまで結構いろいろ世界各地でセブンサウンズとしてライブやっててね。うんうん、で、でもバックのミュージシャンは、やっぱハーベイ・スケールスに比べるとちょっと若いので、うん、あ、そっかそっか。おそらく、で、めちゃくちゃ上手いから、入れ替わりがあったというか。うんうん、その、最近の音源っていうか音源出してないけども、最近のライブだと、おそらく、うん、違うんだと思うんですけども。ちゃんとした人たちがこう入ってきて。まあ、上手な人たちがね、バックをつけてて。まあ、それはそれでかっこよかったんですけど。ね、それもいいんだけどね。うん。あるね、そういうなんかこう、そうなんだよ、間違ったものが。念の塊っていうかさ。念の塊が。今の心と書いて念ですから。ええこと言う。ねえ。いやー、いいな。ちょっと聞いてみようかな。言われててよかった、ね。ツイスティン。ツイスティン。これ、ヌメロ。もう、信頼のヌメロですね。ヌメロ、いいですね。ヌメログループね。夏、僕もね、うん、夏になってしまったな、ということでね、うんうん、ふと、やっぱこう、棚から掴んだ一枚がですね。一つかみ。うん。カールトン&ザ・シューズ。ああ、いいですよね。ディス、ハート・オブ・マインですよ。はいはいはい。もう、これだよね。これだなっていうさ、ね、うん。で、これがほら、いわゆる、うん、あの、ジャマイカンソウル、名盤じゃないですか。はいはい。で、僕、レコードで持ってて、うん、久々に、まあ、ワンシーズンぶりですかね、針を落としましたわ。うん、うん。だね、音悪いわ、やっぱ。ジャマイカ版は。ジュージュー言ってるもんね。信じられないくらいプレスが悪くて、うんうんうん、その、なんつうの録音が悪いんじゃないのよ。そのいわゆるほら、うん、ガレージサウンドっぽいとか、そういう悪さじゃなくて、うんうんうん、明らかにその音源じゃない、うん、あの、なんか雑音が入っちゃうのよ。なんか。プレスが悪いんだろうね、やっぱりね。プレスが悪い。レコードにするときの。レコードするときのなんかの工程が絶対省かれたんだろうなっていうさ。ほこりを落とすとか、そういうさ。そうだよね。基本的な工程が省かれた、うん、であろう音質なんだけど。うんうん、でもまあ、あの、我慢して聞くわけですよ、そこは。うん、まあ、ジャマイカ版だし、うんうん。こう、改めて聞いてみると、うん、すごいね、なんかね、モダンなんですよ。うんうん、バックとかが。音がね、案外、ちょっとシンセとか入っててね。あ、そうそう。割と。で、録音も82年とかで、ね、うんうん、で、改めて聞いてみると、ドラムとかベースとかめちゃめちゃモダンでかっこよくてさ。おうおう、そう。音の鳴り方も。うん。で、こう、あれこれ、どれがやってんだろうと思って、うん、あの、調べたり、うんうん、あと、山名昇さんに聞いたりしたんですけど、おうおう、そしたら、カールトン・ザ・シューズって最初は3人組のコーラスグループで、兄弟の。うんうんうん、で、Love Me Forever っていう78年にアルバムを出してるんですよ。はいはいはい、一応、それも名盤とされてますよね。そう、これもいいの、うんうん。で、こっちはすごいね、なんかね、録音もね、もっとガサッとしてて、うんうん、ガレージロックな感じあるんだけど、うん、音質的にはね。でもなんか、うん、歌はすごいスイートで良くて、うん、で、セカンドの This Heart of Mine になると、うん、兄弟が別のグループ組んじゃって。ああ、なるほど。で、一人になっちゃうんですよ。カールトン・マニングさんの。はいはいはい。で、一人多重録音でコーラスを重ねてて、で、バックバンドはじゃあ誰なんだというと、うん、これがね、あの、アール・チナ・スミスとかがギター弾いてて。あ、ソウルシンジゲート。ソウルシンジゲートの。で、まあ、あの人でもいろんなとこでやってる、ね。そうそうそう。まあ、いわゆるジャマイカの凄腕ミュージシャンというか。うんうんうん、で、リズム隊が、うん、あの、バレット兄弟っていうさ、はいはいはい、カールトン・バレットとアストン・バレットっていわゆるボブ・マーリーのバックやってた人で、はいはいはい、あ、そりゃタイトかつモダンだわと思って。鉄壁なんだね。バック、そうなの、そうなの。なるほど。だからそのさ、ノイズの向こうというかさ、このプレスのひどさの向こう側に、ものすごいモダンでスイートな世界が広がっててね。本当だよね。で、これはいいなと思って聞いてて。うんうんうん、で、ほら、アール・チナ・スミスだからさ、うん、あ、ソウル・シンジゲート、今リーダーが言ったさ、うん、ソウル・シンジゲートも聞きてえなっつって、うん、ソウル・シンジゲート聞いてたんですよ。うんうん、で、俺、この版を知ったのが、昔さ、うんうん、派遣社員やってた時に、うんうん、派遣社員で僕さ、メールルームってとこでさ、働いてたのよ。うんうん。それがさ、9時5時ぐらいでも働いてたんだけど、うん。要は総務部に属してるんですけど、うん、メールルームっていうさ、いわゆる郵便を受けるところに在中してるわけよ。うんうん。
常に、うんうん、だからほとんど誰にも会わずに一日を終えてたわけ。あ、まあメールの仕分けばっかりやってるってことだよね。そう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 、ね、うん、で昼と帰る時に総務部のデスクに行って帰りますって言って帰るみたいなさ、あ、そんなだった。ある意味楽でいいしかない。そう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 。まあまあ時給もいいしみたいな。なんかね。うん、そうそう。でも誰にも会わないから。うん、あ、そう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 。でも誰にも会わないから、うん、誰も友達できなくて。ああ、まあ確かに。知り合いも。うんうん。うん。で、そんな中ね、うん、なんかあるどっかのこう営業の人が、うん、小山くん、バンドやってんだって、つって。うん。入ってきて。うん。あ、いや、そうなんですよ、とか。へえ、そうなんだ。僕も音楽すごい好きでさ、とか。うん、どんなの聞くのとか聞かれて。うん。いや、最近はそうですね、なんかちょっとジャマイカのメローなレゲエとか聞いてますねとかつってさ、うん、ちょうど多分ジョニー・オズボーンとかがさ、僕らのバンドの中で流行ってたんですよ、はいはいはい、でそういうの聞いてますねとかつって、うん、本当にとかつって、うん、僕もレゲエ大好きでさとかつって、どんなレゲエ聞きたいのとか言うから、うん、CD 貸してあげるよとか言うから、うん、あ、じゃあちょっとなんかメローな感じで、うん、あのなんかちょっとこうスイートな、でもなんかレゲエなやつとかあったら聞きたいですねとかつって、うん、言ったらその人が持ってきてくれてさ、そんなにさ、やっぱほら期待してなかったっていうか、うんうん、すごいマニアックな、はいはいはい、注文じゃん言ったら、うん、ボブマーリーこれがいいよとかさ、うん、それでも十分なんだけど、うんうん、そしたらそんな中に3枚持ってきてくれた中にソウルシンジゲートが入ってて、お、このジャケ見たことないっすみたいな、うん、いやこれすごいいいから多分小山くん好きだからさ聞いてみないと、うん、で借りて聞いたらめちゃめちゃ良くて、うん、これやこれやと俺の探し求めていたものは、うんうん、で、その、聞いた後に、いや、すっげえ良かったっす、とか、うんうん、いいよね、とかって言って。うん、でなんか、その人どうやら、うん、いろいろ話してたら、いや、僕もさ、うん、小山くんがバンドやってるって言ったけど、うん、僕さ、実は映画とか撮ってて、とかつって、うん。で、自主映画とか撮っててさ、うん、今度ちょっとあの、上映会とか仲間内でやるからさ、小山くん見に来てよ、とか言われて、うん、あー、行きたいっすね、とか、誘ってください、とかって、うん。で、それはなんか多分、ライブとか重なってて行けなかったんだよね、僕もね。うんうん、それで20年前ぐらいにその話ですけど、うん、でさ、それをこう思い出して、うん、あ、そういえばあの人映画監督になりたいみたいな話してたなと思って、うんうん、ね、うん、でほら今調べられるじゃないですか、パーッと、はいはい、うん、でそういえばあの人こんな名前だったなと思って、うん、調べた、調べたのところ、うん、そしたら監督になってて、うん、三宅信之さんっていう映画監督なんだけど、で、なんかさ、フィルム、ね、そうそう、多分、うん、そんで、パーッとこう代表作みたいな、今作ってるものはこれぐらいです。2011年ぐらいに多分初めての作品を出したらしくて、はいはい、うん、で、パーッとこう出てきたもの見たら、うん、まあ、俺も見たことのある映画ではなかったんだけど、うんうん、なんか映像制作会社みたいなのも、なんか立ち上げてて、うん、下北沢あたりに事務所があって、で映画監督になられてて、あ、なったんだ、あの後映画監督にと思って。うんうんうん、その方は派遣社員をやられてた方なの？いや、その方はね、社員さんだったんだね。社員さんだったんだ。うん。で、営業をやられてて。働きながら映画監督を目指してたんだ。そうそうそう。僕はちょっと映画監督になりたくてさ、とか。うんうん。横山くんもバンド頑張ってよ、とかって、うん。いや、ありがとうございます、とか。すげえいい音楽を教えてくれてありがとうございます、とかって、うん。うん。で、それから別に別に話すこともなく。うん。で、昨日あたりそれを思い出して、はいはいはい、調べてみたらね、あ、三宅信之さん映画監督になられてましたよ。ああ、すごいね。なんか、巡り巡りますね。時が。ね、時の流れというのはね。よかったなと思ってね。うん、三宅さん聞いてますか？聞いてるでしょう。ね、次ぐらい柊君の主演作が決まってんじゃないですか。あの時の。裸の大将パート2あたりでね。ね。よくわかりませんけど。うん、まあやるんでしょうけどね、それ来たとしたら、ね。それはね、それ来たとしたらね、やるかもしれません、いや、だからね、ちょっとね、なんか。いや、すごいですね。いい話でしたね。夏の始まりで甘酸っぱい気持ちになってましてね。うんうん、まあ、ソウルシンジゲートね。いいですよね。これもいいですから、ソウルシンジゲート。いい、うん、ファースト、セカンドともに。スイートレゲエね。ちょっとラバーズロックとかって昔よく言ったけど。そうなのよ。この辺はやっぱ聞きたくなんだな。いいですからね。うん、で、この夏聞いちゃおうかなと思ってるんですけどね。はいはい。つうわけでね。はい。今週は、スクビトゥーのライブが、木曜日。木曜日ですね。30日。うん。ね。これ配信もね、はい、やるちょうどになったんで。あ、なるほど。配信も見れますんで、お好きな方向でお楽しみください。はい。そして、スクービードゥーは、
大阪行くよってことでね。週末ね、土日です。ね、ツーデーズ。オールタイムベスト、うん。大阪のオールタイムベストは初ですから。初ですね。ね、これもがっつりやりつつ、はい、4月3日はリーダーの生誕祭。生誕祭。僕ずっとね、48になるんだと思ってたんだけど、47なんだよね。そうよ。もう自分の年齢はよくわかんなくなってきたんだけど。そうよ、それ。俺も全く同じ現象に陥ってたから。ね。得、うん、あ、俺48になったなっていう。あ、まだ7だったと思う。まだ7よ。まだ7だったと思う。7なんで、うん。得したね。得したね。ちょっとね。1歳分若い感じでやる感じですから、ねはい。これもがっつりいきますので。はい、そして来週はね、北海道も行きますから、うん、ついに。あ、そうだ。ね、札幌、旭川、帯広と久々の道内ツアーですから、これも楽しみですね。道内ツアー、これいいね。ね、夏の道内ツアーいいね。そういうことなんで、はい、ライブハウスで会おうぜっちゅうことで、はい、今週はこんな感じですかね。いいですね。そんでは、また来週。